タツナミのプロデュースグルメ、観客にはがっつり食わせてくれるの好き。タルタルのかかったタツターゲとガーリックライスが相性抜群の一品、1400円税込み。めっちゃ美味しそうやん。おにぎりじゃないんだ。美味しそう。声出して笑った。可愛くて草。もっとこう、名古屋といえばひたすら盛るイメージがあるからもっとボリューム増やしてくれ。戦う飯やな。米あって草。戦地から奪い取った米弁当。野球のプロデュースできなさそう。それにしても全然美味しそうに見えない。でも立浪が本当にプロデュースしなければならないのは弁当ではないよな。素晴らしいファンサービス、勝たしてやれよ。XO ジェント立浪監督って全然関係ないけど、なんか立浪っぽさを感じる。これ食ったら勝てるようになるか。食べたら戦う男の顔になれる弁当。あんまりお腹いっぱいにならなそう。これなら選手たちにも米解禁してもいいってことでいいか。なんか美味しそうに見えない。ちょっと質素すぎひんか。これで1400円とか高すぎやろ。去年はうまそうやったんやけど、今年は不発やな。もっとこうスタミナがつくような食べ物にしてくれ。見た感じ野菜が多いな。ターゲットはヘルシー好きに絞った感じの弁当やな。やっぱり米の量が少し少なくないか。これが選手の食えなかった白米か。バンテリンにしてはうまそうなのがなんか悔しい。タツターゲにガーリックライスか。ヘルシーに見えてかなり力出そうな弁当やな。お腹に重たそうに見えないのすごいな。こういうプロデュース力はあるよな。確かに相性抜群の組み合わせやな。ガーリックライスうまそうやな。がっつり食べるだけでなくしっかり栄養も考えられた野菜もあるし、バランス完璧な弁当やな。ただ1400円出してこれを食べようとは思わんわ。選手たちとドアラはどんな弁当を出したんやろ。それ次第では食べるかもしれへんな。あれ、気のせいか他の選手たちの弁当に比べて高くないか。がっつり食いたい世代の選手たちとは違ったヘルシーさがあるよな。